みなさんこんにちは、シングマンです。今日もですね、このプールからお届けするということは、そうですね、前回大好評だったあの検証企画ですね、今日もやっていきたいと思います。今日はですね、パドリングの手ですね、水をかくときの手が、これもいろんな意見があって、開いた方がいいとか閉じた方がいいとか縮めた方がいいとかっていうのがよくあるんですけど、これどれが一番早いかっていうのをプールを使ってタイムで測っていけばもう結果が出るんじゃないかっていうことで、それを検証をしていきたいと思います。で、検証といえば、前回好評だった噂のプロサーファーですね、今日も来てもらってるんで、どうぞ噂の王道リーダーみたいな、まあ、今日初めて見てもらった人は前回の見てください、面白いんで。前回も言ったんですが、実力もそうなんですけど、頭もいいので、うんちく王うんちく王って言われてますので、うんちく王王道リーダーと、早速ですが、今日のうんちくありますか？無茶ぶりですけど、31のアイスでしょ。サーティワンのアイスの種類何種類ですか？サーティワン、あのなんか店頭に並んでるやつ。サーティワンだから、31って思うじゃないですか。実は32なんですよ。32？え、なんで？その理由は、まあ32月って大体31日じゃん。31だね。毎日1日1個選んで食べて、いろいろ選んで楽しく食べて、でやってったら31個しかなかったから、月の最後の終わりの日、31日はもうその1個しか残されてない。最後1個になるね。32個にするとどっちも選べる楽しさが残るんで、32個、楽しさを求めて2つそれ食べ、32、すごくないマジじゃあ今度行ったらちょっと見てみてください。確かに数えてみてください。らしいです。ちょっと皆さんも数えてみてくださいでは今日も早速検証していきたいと思いますが、今日は4つの、パドリングの手を検証していきたいと思います。まずは手を広げる、一番広げたパターンですね。広げる。で、次はちょっと広げる、少し広げる。次は閉じます、閉じちゃいます。で、最後に4つ目に、このくぼみ作ってあげる、ここに水を溜めて書く。で、こういうよくある、まあいろんなサーファーいますよね。いや、全部やってる人いるんで、どれがまあどれでも、まあ、好みはあると思うんでいいんですけど、どれが一番早いかっていうのを今日検証していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では1つ目ですね、手を、全部開いた状態でタイムを測っていきたいと思います。で、前回見てもらった人は分かると思うんですけど、この赤い線からスタートして、1個目、2個目の赤い線でターンしてもらって、ここまで帰ってくる往復を測定いたします。手を開いた状態ですね。はい、じゃあ行きましょう。よー、スタート。開いてます、しっかり開いてます。はい、ターン、さっきのところに開いてます、ね、OK です。今日もタイムは言いません、ここに皆さんだけに伝えておきます、このタイムです。では次はですね、指をさっき開いたんで、次2回目はちょっと開きます。ちょい開き、それぐらいです。もうちょっと閉じましょうか、それぐらい。はい、行きましょう。はい、行きます。よー、スタート。
です。では次は、指を閉じていきます。指を閉じた状態、そうです。で、切ってみたいと思います。はい、いきまーす。よーい、スタート。おお、タイムは後で伝えます。最後は こんな風に水をためるパドルですね。指に手のをちちじ、くぼみを作って水をためて後ろに書くパドルですね。はい、くぼみパターンいきましょう。これ4つ目ラストですね。はい、いきます。よー、スタート。はい、OK です。タイムは、答えは後ほど。お疲れ様でした。お疲れ様です。結果は皆さんはもう知ってます。タイム僕が載せてたんで。でもインタプロはまだ知らないんで、ここで発表していきたいと思います。じゃあまず、4つやりましたけど、どうでしたか。なんか一番広げてるのはやっぱりもう水が抜けちゃってて、水が抜けてない、はいはい、感覚ありました。なんかあんま抜けててしてないなって感じました、はい、けどこの閉じるやつも逆になんかもう面積がこのくぼみのやつここしかないんで、全然焦げてる感じはやっぱしなかったですね、はあはあ、一番早かったのはでもちょっと広げると閉じるって差ありました。あんま感じなかったですね。あんま感じない、はい、OK です。じゃあ発表していきたいと思います。まず第4位ですねは、4番目にやったくぼみを作るが、これが一番遅いです。23秒6、正解です、はい、自分の感覚と一緒です。で、第3位が広げる、これも正解です、はいはい、広げるのとくぼみを作るが23秒6、広げるのが23秒2、 0.4 秒なんで、まあ板半分ぐらいですかね、はい、それでも板半分ぐらい差が出てますね。で、第2位ですが、第2位はちょっと広げる、はい、ちょっと広げて書いたやつが第2位ですね。これが22秒16です。で、第1位が閉じる、はい、が20秒0。20秒、早いですね。早いですね。22秒2秒も差あるんで、はい、これもまた板2つ分、はい、だからインタプロはほとんど感覚は変わんなかった。ちょっと広げるのと閉じるのと感覚変わんなかったんですけど、差は2秒あるんで、2秒ってことは板2つ分になるんで、はい、だから自分がまあパドルしてるときにこうやってちょっとでも開いていったら板2つ分へこむのと遅れちゃう、はい、意識して広がらないようにしないとこれが閉じる。なんでここで差が出たかっていうと、閉じてると水が逃げないんでしっかりかけます。でよくあるのがこうやって少し広げてかくっていうのがあるんですけど、まあ、水泳でもよくあるんですけど、これって水圧がかかって結局広がっちゃうんですよ。少し開いてると耐えれなくて、うん、水を多くかけばかくほど。あ、なるほど。でリンタプロとか、まあ、プロサーファーとかみんなかく力が強いんで、水圧でちょっと広がっちゃうんで、結局広げたのと近い状態で水をかくことになるんで、まあ、かければかけるほど、いっぱいかける人ほど閉じると進みがよくなる。だからこの2秒差が出たと思います。今回も面白いですね、この検証結果。自分も知らなかったんですけど、検証できてよかったです。こんだけ差が出るので、皆さんも、今日どれが一番早いか分かったと思うんで、ぜひ
試して、海で今日明日にでもすぐ試してみてください。はい、何かありますか？どうぞ。最後自分もためになりましたじゃあまた検証したい大人気企画なんで、また忍耐プロに来てもらって検証するしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ではありがとうございました。